キング・ヘイローは、かつて JRA に所属した、競争馬、高松の宮記念などに勝利し、主語馬としても優秀な成績を収めた。以下、年齢は、急表記で統一する。父は80年代ヨーロッパ最強の声も高い、ダンシング・ブレイブ、母が、ケンタッキー・オークスなどアメリカの G1 を7勝した、メイヒングッパイ・ヘイローという世界的な良血馬であり、相当の期待馬であった。 福永祐一の回想によれば、もともとデビュー戦で、騎乗予定だった、竹豊が毎日王冠に出走予定のジェニューインの騎乗依頼を受け、調教師の坂口正宏に断りの電話をかけた際に、その場にたまたま福永がいたため、乗るという一言で騎乗が決まった。デビューから4歳までは一戦を除き、デビュー2年目の福永が手綱を取った。デビュー戦。 高菊章と2連勝で重賞の東京スポーツ杯3歳ステークスへ駒を進めると2着のマイネルラブに2馬身半の差をつけ無傷の3連勝を飾った安城の福永にとっても初めての中央の重賞価値であったクレのラジオ単波杯3歳ステークスでは断然の一番人気に押されたが最後の直線でロードアックスに刺されて2着となった百九十八年 春初戦は、サツキショートライアルのやよいシとなった。ここでも引き続き一番人気となったが、ジュニアカップを圧勝してきたセ雲スカイの逃げを捉えきれず、また木更木賞勝利で進化を発揮したスペシャルウィークにも歯が立たず、2頭から4馬身離された3着に終わった。評価を落としたサツキシでは、スペシャルウィークを抑え込み猛然と追い詰めたが、逃げたセ雲スカイは、捉えることができずに着。 続く、日本ダービーでは逃げを打ち、当時史上2番目に当たるハイペースとなり、直線で失速14着と大敗した。秋に入り、神戸新聞杯は岡部幸男に乗り換わったものの、ボールドエンペラーとの叩き合いとなり3着に敗れた。続く、京都新聞杯は、スペシャルウィークを苦しめたが、首差2着となった。その後、菊花賞で5着。 有馬記念で6着と距離が伸びた GI に競争は良いところがなかった。1999年は年明け早々から柴田義富み記場で東京新聞杯中山記念と重賞を連勝した。待機シャトルの抜けたマイル路線の中心的存在と期待されたが3ヶ月ぶりの安田記念は11着に沈み宝塚記念も8着と振るわなかった。 秋初戦の毎日王冠も、横山の弘が騎乗したが5着、天皇賞も、柴田義富が騎乗したが7着と振るわなかったため、マイルチャンピオンシップでは安状を、福永雄一に戻した。この際の騎乗にあたって、福永は頭を丸めて臨むという気合の入れようだった。だが、レースでは、竹豊騎乗のブラックホークをかわすも、春秋マイル GI 制覇を達成した。 エアジハードの横綱相撲の前に2着に敗れた。続く、スプリンターズステークスでも福永が乗ったが、ブラックホーク、アグネスワールドを捕まえきれず、3着と勝ちきれなかった。2000年の初戦は初ダー後の、フェブラリーステークスだった。決闘的背景、新境地開拓の意味でも期待されて、一番人気に押された。しかし、レースでは砂を被りやすい1枠に入ったため全く、 動かず、終始後方のまま13着と惨敗した。調教師の坂口は、批判を浴びたが、本場に、GI タイトルをという意思は揺るがなかった。次の高松の宮記念は再び、柴田義富が起乗し、直線で粘っていた、ブラックホーク、アグネスワールドなどのスプリンターを、大外からゴール直前で差し切って、悲願の GI 初制覇を成し遂げた。坂口は、 この勝利に一目もはばからず涙した。なお、このレースで2着になった、ディバインライトに騎乗していたのは、福永であった。高松の宮記念後、福永の騎乗で、安田記念に挑み、日本馬最先着の3着に入った。秋になると、安城を、柴田義富に戻したが、スプリンターズステークス7着、マイルチャンピオンシップ7着、 と目立った活躍をすることはできなかったが、引退レースとなった有馬記念では、後方から追い込んで4着と検討した。2001年に、優秀スタリオンステーションにて種ボば入りした。魅力的な決闘と100万円前後の手頃な、しつけ量から、例年100頭を超える繁殖品馬に恵まれたことが、幸いし、2004年ファーストシーズンサイヤーランキング5位。 初年度3区の西のどこまでもがオープンを勝ち、青馬賞2着から日本ダービー6着などの実績を挙げた。そして2006年の新山記念で5ゴ号ーゴー霧島が勝利し、3区初の重賞勝ちを収めた。また、同年の優秀品馬では川上プリンセスが勝利し、3区初の GI 制覇を達成した。さらに同馬は無敗のまま週刊賞を模し、 エリザベス女王杯でも1位入選した。2009年にはローレル・ゲレロが高松の宮記念を制して、キング・ヘイロー自身が現役時代に唯一制した GI でも不死制覇を達成している。現役時代には様々な距離で走っており、3区は様々なタイプを排出している。さらに自身と同様に3区は冬場に強く、夏場に弱い傾向がある。 また首の高い双方のン区も多い。ン区の活躍とともに種付け量も上昇し、特に川上プリンセスなどが活躍した、翌年の2007年度は、受体条件付きで350万円にまでになった。2010年3月28日に、中京競馬場、第12競争の JRA プレミアムレースとして、開催された、中京サンクスプレミアムにおいて、当馬が、 最多得票を獲得したことから、キングヘイローメモリアルの副名称を付与して施行された。2019年3月19日に、慶応先の北海道ニイカップ町、優春スタリオンステーションで、老衰のため死亡した。その5日後に開催された第49回、高松の宮記念では、福永雄一がミスターメロディで勝利を収めており、かつてのパートナーに捧げる勝利となった。太字は、 g i j p ー競争。川上プリンセスローレルヘレーロメーディアは、地方重症を示す。ソボパウンドフーリッシュの判定に、ラシアンルーブル、近親には、本場の五大母ハパストエイトのメス系に、ジルザルがいる。ありがとうございます。